はい、皆さんこんにちは、ワナルミュウフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝の、北条氏政でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までの情勢ですね、簡単におさらいしておきますと、散々徳川に攻め込まれていた北条なんですが、伊達政宗が北関東の佐竹を滅ぼしてくれたおかげで戦力をある程度徳川向けに振り向けることができたということもあってですね、下田城と韮山城の2つを奪還しました、徳川勢から。で、奪還作戦を展開中にですね、徳川勢が、信濃方面からこの八幡城に攻め込んできてます。この八幡城とこの忍城、この2つはですね、北から攻めてくる徳川勢の第一防衛ラインになっていて、何度もここでね、徳川勢を食い止めてきた重要な拠点になってますんで、今回はですね、その攻め込んできた徳川勢を、何度目になるかもうわからないですね、八幡城で食い止めましょうというのが今回の目的になります。では早速八幡城の防衛戦に入っていきましょう。で、まあここからはですね、徐々になのかな、なんとか徳川勢を撃退していくっていうところをね、やっていくことになります。で、すでにですね、もうこの伊達がご覧の通り半端ない勢力になってますんで、この伊達とあと前田ですね、できればこの前田とも結んでしまって、攻略作戦をね展開していければいいかなと思ってます。では早速続きを始めていきましょう。八幡城はどうしても落とされたくない、本当に重要な拠点になってますからね。ここで同盟で前田と結んでおきましょう。で、前田と結んでおけば、前田、伊達、北条、各方面から徳川を攻略できますので、これでね、徳川勢を食い止めつつ、逆に徳川領を奪われた城をね、取り返すというところをやってみましょう。出陣するぞ。市場にも5900か、なかなかの勢いでやっぱ攻めてきますよね。出陣します。そしたら押し城にも兵を振り向けましょう。みんな我に続け。元桜はもう全然兵力がないな。今出せるのはこれくらいかな。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。我が軍力。で、今伊達勢も援軍で来てくれてますね。これだったら十分に押し返すことができそうだ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。で、できれば城をやっぱり取り返していきたいので、出陣するぞ。我々としてもね、城を取り返す反攻作戦の後期と見て攻め込んでいきましょう。承知した。国峰城をまずは奪還しに行きますか。出陣する。我が策、戦場を制す。伊達勢に先を越されるわけにはいかないですからね。我々としても取られた領地はまずは取り返したい。給料回復に専念しましょう。あなたのためになるのなら、我が戦お見せしましょう。加勢します。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。徳川勢に対して伊達勢が一気に攻勢をかけてますね。ここはこれに便乗して
一つでも二つでも城を取り返します。加勢します。戦場へ参る。いくつかの城はもう伊達勢が徳川から取っちゃったんだな。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。これ返せとは言いづらいですからね。加勢いたします。よし、なんとか国峰城が取り返せた。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。出陣すると伊達を頼みに城を取り返すことに成功したので、沼田は結局北条のものにはならず伊達のものになっちゃいましたね。さあ徳川勢に対して反転攻勢をかけていきましょう。どんどん、やっぱり伊達の力があるとだいぶ違いますね。このまま城を取り返したいけど、飯山城では上杉景勝はもうすでに伊達に組み込まれてますね。と徳川勢が戦ってる。小諸城はでもな、兵数6400か。小諸を攻めるのは得策ではないですね。どこを攻めるのがいいか。富士吉田城とか取っとくとね、だいぶ楽になりますよね。それでは一旦兵を返しましょうか。ただせっかく出陣させた兵なんで、4391、富士吉田城の兵数が4391、耐久が2000、これ倍ぐらいの兵力が必要ない。1万ぐらいが集まれば攻略は可能ですが、1万は集められないかな。一旦兵を返しましょう。騎乗するぞ。騎乗する。騎乗します。槍の又雑魚と前田利家ということで、これ利家が死にますね。まあ史実ではこの利家が秀頼の後見として、秀吉亡き後ね、しばらくは家康と三成の争いが表面化することはなかったと言われてますけど、この利家の死によって三成と家康の権力争いが激化したというところですね。まあ、というのも家康に唯一対抗できたのがこの利家だったというのが一つの要因かなと思いますが、その利家が死んだというエピソードになります。ご命令ください。それでは国峰城は、重要拠点になりますので武将を送り込みましょう。で回収したらどうかと。回収しましょう。で伊達勢がどこを攻めるんだろう。結構ガシガシいくね。これは小諸を攻める気だな。あなたのためになるのなら出陣する。我が戦お見せしましょう。出陣します。ご命令ください。先月の終始です。すごい勢いでやっぱ攻めてますね。となればこっちとしても新府城あたりを狙った方がいいかもしれないな。でここは元忠が攻めてますけど、おお、下田城が狙われてるのか。結構な大部隊が出てるな。これを退ける力が今の北条にあるかというと
ちょっと微妙だな。ここは宇治政8000を率いて出陣しましょうか。出陣します。下田城の防衛戦に当たりましょう。我が軍略お見せしよう。何、下田が早く持ちたか。早かったな、下田城が落ちるの。まあ、2万近い兵が展開しましたからね、家康の。ご命令ください。先月の趣旨です。ただ徳川はこっちの下田方面よりも信濃方面を気使った方がいいんじゃないかな。伊達の軍勢がね、結構入り込んでますけどね。我が戦お見せしましょう。ニラ山は絶対に落とされたくないので、警戒しつつも新富城の攻略に、まあ、足がかりとなる富士吉田城を取りに行きましょうか。今だったら徳川勢は下田方面に出兵してるので、この富士で吉田の守りはかなり手薄な印象ですね。で最前線が、この国峰に変わってますので、八方からも兵が出せるようになりますね。さあこれで富士吉田を取りましょう。これが我が魂、我が覚悟。表情を始めましょう。報告しますね、報告しますね。牧野安成7345、これ結構な大部隊だな。松平安重8000か。2万以上、3万近い軍勢が展開してたことになりますね。この戦我らの勝ちだ。敵将捕獲した。そしたら取られた下田城を取り返しに行きましょう。表情を始めましょう。これが先月の収支ですね。出陣します。伊達が援軍できたことによって形勢が本当に変わりましたね。あの北条征伐史実では伊達がね、秀吉に屈して豊臣勢としてこの北条征伐に参加して北条が滅んだわけですけど、もし本当に伊達がね、北条の援軍として来てたらどうなってたか本当にわからないですよね。表情を始めましょう。これが先月の収支ですね。で下田なんて持っててもいいことはないので、下田は早々に返しましょう。出陣するぞ。臆したか、敵将仕留めたり。ご命令ください。これが先月の収支ですね。そしたらそろそろ武将が足りなくなってきたので武将をもらいましょう。待機せよ。さあそしたら富士吉田を取ったので一旦警戒して騎乗する。兵力の回復を行います。
で、おお、伊達勢がだいぶ進出してきてるな。ちょっと最新の勢力図を見ると、九州はもうほぼほぼ島津が収めてますね。長宗壁がすごくでかくなってますね。長宗壁がここまで大きくなるっていうのはちょっと見たことないな。いつも長宗壁って島津毛利豊臣に食われるイメージがあるんですけど、これはめちゃくちゃ強くなってるな。もう伊達、豊臣、長宗壁、島津で決まりですね。徳川はだいぶ兵を減らしてきてますので、このまま駆逐することができれば徳川の脅威は去りそうですね。出るぞ出るぞ。ご命令ください。先月の終始です。これはもうあれですね、伊達と徳川領の食い合いになりますね。さあ、この辺りの内政も一通りやるだけやっときましょう。委任しちゃいたいんだけどな。表情家臣に委任しちゃいましょうか。したら出陣していきます。どこを取るべきか。高遠城は今伊達が攻めてるんだな。であれば新府城も取ったので、まあ無難に駿府になるかな。駿府はでもかなり大兵力持ってましたね。今8000って見えてましたけど、8000を攻める力があるかっていうとね、ちょっとクエスチョンですけど、とりあえず駿府に進攻しましょう。まあ総勢1万5000ぐらいの兵で進行する形になりますね。いざ参ろう。助太刀いたす。我が戦お見せしましょう。助太刀いたす。いたしますぞ。承知いたしました。助太刀いたす。だいぶ豊臣じゃない、徳川勢も援軍で兵を出してきてるな。加勢します。奥下か敵将捕らえたり。いざ参ろう。ここででも勝てれば一気に東海道を攻め上ることができそうです、ね、助太刀いたす。我が戦ただそうそうはいかないか。これが我が魂、かなり攻めを作ってますね。不足しそうだな。このまま戦いが長引いて、
というわけで決戦に及びましょう。進め。まあここは力攻めでいいでしょう。敵の兵力は決して多くないですからね。援軍がただ敵も迫ってきてはいるので、援軍が来る前に蹴りをつけたい。行きます。どうした、後ろに動いてくれ。行くぞ。的な援軍、もう元忠が来たか。ただ1000ちょっとの兵力ですね。いざ参る。引くぞ。我らが戦、とくとご覧あれ。城門を破壊しました。かかれ。我らの意地見せるは今ぞ。いざ通常に勝負。命に変えてもその旅もらい受ける。ここが貴様らの地獄よ。よし、味方が2万近くに膨れ上がりましたね。で駿府の方にも援軍5000が到着か。城門を破壊しました。遊びは終わりだ。島さんもさっさと本丸の方に進んだ。いざ参る。行きます。やってくれるな。我らが戦、とくとご覧あれ。ここは引きます。これで決めます。5000を後ろから攻撃されると結構きついもんありますからね。城門を破壊しました。我らの攻め変えてみせよ。我らの意地見せるわ。影政が戦ってくれてる間に宇治政は本丸へと行くぞ。命に変えてもその首もらい受ける。城門を破壊しました。これで決まりだ。よし、駿府を落とした。敵将捕らえたり。一休みですね。騎乗します。戻れ。これでちょっと最新の勢力図見ましょう。北条は、拠点27まで増やしたが、うわ、伊達が、これはもう伊達が天下取るな。このままいくと、まあ伊達がね天下取ってくれればそれはそれでもう OK なんですけどね。このままいくと伊達がおそらく天下を取るんじゃないかという感じですね。まあ見事北条は伊達の下で生き残ったっていう感じにはなりますからね。これは多分豊臣も食われますね、伊達に。かといって同盟を破棄して勝てる相手じゃないですからね。さあでは東海道を攻め込みましょう。掛川を取り、小山も取りましょう。いやー、押されに押されてたのがちょっと懐かしいですね。もうこれはまさかこんな展開になるとはちょっと正直
思わなかったな。まあ頑張ろうと口では言ってはいたものの、まあこれはいつ徳川に攻め滅ぼされてこのシナリオが終わってしまってもおかしくないなーなんてね、ちょっと内心思いながらプレイしてたんですけど、まさかここまで盛り返せるとは思わなかったですね。東海道を攻めと思っていきましょう。まあ、二条五条をね、そしたら北条が取ることができたら、このシナリオクリアっていう条件にしましょうか。あの伊達とね競ってどっちが先に二条城を取るかというところですね。あの伊達とまともに戦ってももう勝ち目はないので、ここで同盟を破棄するっていうのは現実的じゃないですからね。出陣する。加勢いたします。出陣しよう。それが我が魂、我が覚悟。敵将捕らえたり。出陣します。出陣するぞ。かしこまりました。さあガシガシ攻め上っていきましょう。かしこまりました。承知しました。承知した。お任せください。出陣します。はっ。我が戦お見せしましょう。一休みですね。これが我が魂、我が覚悟。出陣するぞ。お任せください。だいぶ攻め上ってきました。かしこまりました。これが我が魂、我が覚悟。敵将捕らえたり。徳川はもうほとんど残してないな。そしたらちょっとここで一回軍議を出陣するぞ。で豊臣と出陣する。一旦同盟を結びましょう。ご命令ください。これが先月の収支ですね。早くも伊達が徳川の最後の城を取る気だな。ちょっと手が遅かったかな。一応差し向けますか。承知いたしました。お、こっちが先に取れるぞ。城徳川を取り込めれば承知いたしました。めちゃくちゃ戦力になりますね。承知いたしました。かしこまりました。かなりの武将がかしこまりました。なびいてくれるんじゃないかな。城へ戻る。かしこまりました。承知いたしました。よし、これでどうだ。先に城に取り付ければ。ご命令ください。これが先月の収支ですね。これが最後の徳川の城がどっちの城になるかでだいぶ変わってきますよね。よし、こっちになった。
ご命令ください。これが先月の収支ですね。もう徳川の城は、ああまだここにあるのか。キオスが最後残ってるんだな。キオスは最後、家康がおそらくこの佐竹をぶっ倒すはずなので、ちょっとそれを待ちましょう。戦場へ参る。タイミングで兵を出しましょう。これは誰だ。うわー、もう義満か。くそ、義満に先を越されるな。任せください。かしこまりました。伊達との完全な徳川領の奪い合いになってますけど、よし、義満が帰った。帰ったので、この隙にキオスを取りましょう。これが最後の家康の城ですね。お任せください。これ取れれば、正直言って承知いたしました、承知いたしました、勝てるかもしれない。伊達に最終的に、それほど徳川はめちゃくちゃ優秀な武将を抱えてますからね。かかれ、出陣する。お助けいたします。我が策お見せしましょう。このまま取らしてくれ。表情を始めましょう。報告しますね、報告しますね。回線を仕掛けて最後家康の首を取りましょう。進む。まさかね、こんな短期間で家康を倒せることになるとは思わなかったな。かけ、始めるか。退却せよ。これで決める。引くぞ。まあ、小田原城も三度侵攻されたときはもうどうにもならないかなと思ってましたけどね。逆にキオスまで家康を追い詰めることになるとは本当に思わなかったな。お任せください。城門を破壊しました。始めるか。城門を破壊しました。これで朝駅が通して、もう守備兵力がゼロになりましたので、まあこの段階でね、もう終わりにしてくれてもいいんじゃないかと思う。敵城門突破しました。しかももう徳川援軍が出てくることはないですからね。あとは豊臣とどう向き合っていくかですけど、今の戦いで武将もだいぶ補充できたし、領地もねかなり増えたんで、とはいえまだ伊達と開戦するには早すぎるんで、まあまずは豊臣の領地をいかに北条が侵食できるかですね。いやー、感無量だな、これは本当に。騎乗する。戻ります。帰りましょう。戻るぞ。はい、というわけで今回ですね、宿敵徳川をついに滅ぼしたというところをお届けできました。いかがでしたでしょうか。この先はですね、豊臣勢との戦いになっていくんじゃないかなと思うんですが、次回、その様子をねお届けしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また
動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。